ゾンビ。ゾンビとは、何らかの力で死体のまま蘇った人間の総称である。ホラーやファンタジー作品などに登場し、腐った死体が歩き回るという描写が多くなされる。生ける死体として知られており、ウール教のルーツであるボドゥンを信仰するアフリカ人は、霊魂の存在を信じている。こちらについては、目に見えないものとして捉えている。 ゾンビは、元はコンゴで信仰されている神、ゾンビ、アンゾンビに由来する。不思議な力を持つ者は、ゾンビと呼ばれており、その対象は人や動物、物などにも及ぶ。これが、コンゴ出身の奴隷たちによって中米、西インド諸島に伝わる過程で、ゾンビへ変わっていった。この術は、ブードゥの司祭の一つである母コにより行われる。 母子の制御は、依頼を受けて人を貶めることである。母子は、死体が腐り始める前に墓から掘り出し、幾度も死体の名前を呼び続ける。やがて死体が墓から起き上がったところを、両手を縛り、使用人として農園に売り出す。死体の魂は、壺の中に封じ込まれ、以後ゾンビは永劫に奴隷として働き続ける。死人の家族は死人をゾンビにさせまいと、 埋葬後三十六時間見張る、死体に毒薬を施す、死体を切り裂くなどの方策を取る。死体に刃物を握らせ、死体が起き出したら、母校を人差しできるようにする場合もあるという。もちろん、名前を呼ばれて死体が蘇るはずもなく、農民たちによる言い伝えに過ぎない。現在でも、ブードゥーを信仰している配置などでは、未だに、マーケットでゾンビを見たなどの話が騒が。また、指摘。 精神的障害者の様子がたまたま死者に似ていたケースを取り上げ死亡した人がゾンビ化される事例があるなどとされることもある。実際にゾンビを作るにあたってゾンビパウダーというものが使用される。ゾンビパウダーの起源はナイジェリアの少数民族であるエフェク人やカラバル人にあるとされる。西アフリカ社会では伝統的な刑法としてこの毒が用いられており、これが 奴隷たちにより西インド諸島に持ち込まれた。一般にゾンビパウダーにはテトロドトキシンが含まれていると言わている。この毒素を対象者の傷口から浸透させることにより過死状態を作り出し、パウダー全量に対する毒素の濃度がちょうど良ければ薬と手術により蘇生し、濃度が高ければ死に至り過死状態にあるの前全頭用は酸欠によりダメージを負うため、 自発的意志のない人間にイコールゾンビを作り出すことができる。ゾンビと化した人間は、言い,いなりに動く奴隷として農園などで刺激され続けた。これらは、民族植物学者、ベイド・デイビスが実証で提唱した仮説であり、実際は、事実に反する事項や創作が多く、例えば、ゾンビパウダーに使われているのは、フグの仲間であるハリセンボン言われるが、 ハリセンボンはテトロドトキシンを持っていない。また、テトロドトキシンの傷口からの浸透によって、過死状態にするという仮説には、無理があるとの指摘もある。ゾンビ化とは、嫌われ者や、結社内の掟を破った者に、社会的制裁を加えるための行為であり、この場合の、死者とは、生物的なものではなく、共同体の保護と権利を奪われる。つまり、 社会的な死者として扱われることであると、矢などの人類学者は、ゾンビに関する研究の早い時期から論じていた。イギリス人の人類学者は、ハイチにわたって詳細なるデータを取り、ゾンビの存在を全否定している。1997年に、マーケットに死んだはずの息子がゾンビとなって歩いていたと、言って、ふらふらいている人物を自宅に連れ帰った父親の報告があり、 その息子とされた人物を医学的に検査したところ死んだ形跡が全くなかった。またその人物には知的障害があり DNA 検査によって父親と親子関係のない他人の空にだったことが判明した。その他も同様に他人の空ニのケースばかりであったことが報告されている。2011年にはアメリカ戦略軍において地球全体が ゾンビに襲われるシナリオでの軍事作戦の訓練テンプレートコンネップ8888 88が作成されている。これは架空シナリオを実際の軍事計画と勘違いしないようありえないゾンビが敵として想定されたという。映画史における最初のゾンビ登場は1932年の恐怖上ビデオ仮名ホワイトゾンビと古い。この映画に登場するゾンビは 公認の映画における生きるかばねではなくゾンビパウダーにより歌詞状態にされた人間でゾンビマスターの命令に常に忠実で人を襲うことも人肉を喰らうこともない。1960年代中盤までゾンビの登場する映画は多数作られたが主たる悪役はあくまでも邪悪な魔道士でありゾンビ自体は脇役である。そのため吸血鬼や男 ミイラといった恐怖映画の主役と比べマイナーな存在であった。現行のゾンビ像を決定づけたのは1968年のジョージ・ A ・ロメロのアメリカ映画ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドである。この作品でロメロはブールー教のゾンビに吸血鬼の特徴を混ぜ込み生ける死体を作り上げた。ロメロのゾンビには吸血鬼的要素の ゾンビに殺された人間もゾンビ化するという設定が追加されたため人類よりも増える一方のゾンビの方が多いという終末的な状況下で何とか生き延びようともがく人々そして人間同士の浅ましい争いを描く作品となることが多いこのスタイルの原点はリチャード・マシスンによる終末 SF 地球最後の男である同作は 吸血鬼による人類の滅亡と主役の交代というプロットだが、ゾンビにおいては、やがて全生物が死滅し、最終的に地球は死の星となるとされている。近年では、呪術や魔法的な手法ではなく、科学実験や特殊なウイルス感染、あるいは寄生虫によりゾンビ化するという設定がある。これらの作品には、パンデミックという形で被害が拡大する。 パニックものの予想を呈するものも多い。マイケル・ジャクソンの PV。スリラーでは、マイケル率いるゾンビに噴したダンスチームがダンスを行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。